はい、デイジーでーす。先ほど、えっ、ー、と、概要欄から飛んできてくれたかな、みんな。<laughs> えっと、8月の全体リーディングなんですけど、星座関係なく全体です。で、あの、1から、1、2、3、4番、1から4番まで選択制だよーってあげてるんですけど、この動画から来ちゃった方は、ぜひちょっと、お品書き動画を見てください、一回。そこで1から4選べます。これは、今回は、えー、1と2を選んだ方でーす。OK かな じゃあ一応選んだ、このアニマルガーディアンの人、ね、トラスト用インスティンクスね、自分の本能、野生な部分を信じるというね。さあ、じゃこのお告げをちゃんとまず読んでいきますよ。私このカードまだ若干買ったばっかりで慣れてないから、不慣れだけどお付き合いくださいね。さあ、アニマルガーディアン、本来の自分を信頼する、自分自身、 そして自分の才能についてより多く学ぶため、内なる動物の魂の力強さを信頼しましょう。ね動物たち、動物の住む世界の天使のカードです。うん。やっぱ動物ってさ、すごいよね。この今夏だけど、春夏春と、ちゃんと生き抜くためにさ、どれもちゃんと本気で生きてるじゃん。例えばだけどさ、夏って言ったらどんな動物を迎べるセミいいよね。 セミはさ、すごくミンミン鳴いてるけど、夏になって急に大量発生したわけじゃなくって、土の中をずっと過ごす冬から春にかけてもあるわけじゃないねそう、だから白鳥だってさ、寒いところに行けばいるけど、でも夏だって、ね、なんか、うん。あ、夏暖かい時に来るのかな白鳥って。なんかちょっとわかんなくなってきてて、渡り鳥もそうじゃん。頭悪い。 まあ、誰よりもそうじゃない自分のところに来てくれた時にさい,きあいるんだと思うけど鶴とかもでも本当は渡って一年中ね過ごすわけじゃんでさ本能で地球をさ移動するわけじゃないすごいと思うんだよね生きるための術うん,なんかそういうところがすごく今回8月において一番が気になった方は大切になってくるからなんか理屈とかじゃなくって自分の中にあるこう動物的な本能っていうのを ちゃんと見つめてあげたりとか、うん、受け止めてあげるっていうのが大切になってくるかなって思うんだけれども、じゃあ早速そこで、えー、っと、今回はね、カロットカード3枚だけ引きます。猫ちゃんタロット1枚です。あ,あ、これだ七、うん、のペンタクル七のペンタクルだよ七のペンタクル。まあ、要するに、ちょっと一旦、自分の収穫祭タイムに入るよ うん、今回あ、前回7月後半とかで割と出た、7月中に出る、このカード見たっていう星座の人多いかもしれないんだけど、あの、自分がちゃんと種まきして、それなりにやってきたからこそ、今手応えを感じてきてるよ、成果が現れ始めてるよ、いくつか小さなことでもいいから、なんかこう、積み取れる要素があるよっていうお告げね。うん、でもそれはやっぱりさ、 本当にみんながやってきたからだと思うの。やっぱ8月ってさ、あと4ヶ月では1年終わるじゃん。8、9、10、11、12、あ、だから5ヶ月か。8月だったら5ヶ月だけどさ。なんかそういうところもあると思うの。なんかもう下半期いよいよ入るわけじゃん。もう入ってんだけど、もう下半期本番ドーンって感じじゃん、夏って。だからこう、昔のこととか思い返す人もいると思うんだよね。なんか私ね、夏ってね、ノスタルジックなイメージがあるんだけど、 なんか昔のこと思った時に、そういえば私こういう子供だった。こういう、ね、思い出を持って、こういう風に傷,傷ついてきた。こういうことに怒りを覚えてきた。ね。あこういう人と付き合ってきた。いろいろあると思うの。で、その中で、あ、あれってこういう意味だったのかな。あ、もっともっとこうするべきだったかのとかで気づきかもしれないし、うん。実際お仕事で見てる方だったらいろいろこうなんか、 最近すごくアポ取ったらすぐ仕事決まっちゃう。なんでだろうあ、今まで積み重ねてきたから対応が上手くなったのかなとか、なんかそういうのでもいいんだけど、うん。この8月に感じる、なんかやりがい、手応え、あと、もらえるお小遣いとか、なんか、価値観っていうのは、いきなり来たギフトじゃなくって、過去においてみんなが地道に長い間やってきたっていうところを表してくれるのがこの七のペンタクルなのね。で、そのさ、 自分がやってきたぞって思えることをちゃんと気づけるかっていうのは野生の嗅覚だよね。なんかマニュアルとかさ、コラムとかに書いてあるようなセオリーとかじゃなくって、本当自分の中の理屈でいいから、自分の中の答え合わせの方法でいいから、なんかこう、ね誰かにこうあるべきって言われたことじゃなくって、何か成功書とか自己啓発の方に書いてあることではなくて、なんか自分の中の理屈でいいから、 自分の方法でちゃんと物事捉えた時に見えてくる成果だと思うのね。うん。なんかさ、成果を数えるのってさ、足し算にしがちだけど、なんかそんなこともなくって、もちろん足し算でもいいんだよ。あの人にも評価もらえた。お父さんお母さんにも最近頑張ってるって言われたって足し算でもいいんだけど、私なんかね、あの、たまになくしたものを数えるときあるの。 マイナスを数えるときある。あたしこれなくしたなとかあ、あれ失ったなあの時失敗したななんかそういうなくしたものばかり。あとなんかね、あ素敵な彼だったけど別れちゃったなとか。なんかそういうのを数えていくときもあったりして。でもなんかネガティブじゃないんだよね。なんかなくしたものを数えるとね、そう心が整理される気がして、あの時のデイジは間違いじゃなかったんだよ。あの時ちゃんと手放したから今があるじゃんとか。そういう数え方もあるから、なんかみんなの中でさ、このね、 自分の振り返り、成果を見るってところなんだけど、あのー、ぜひ、野生の本能で、自分の理屈でいいから、理屈っていうかもう自分の感覚でいいから、なんか、うん、お腹で数える感じなんか、腹の虫で数える感じなんかもう、頭とか理論とかいいから、うん、なんか本能でちょっと、こう、向き合っていってほしいなっていう、一番を選んだ人たちですね。じゃ補足で2枚、ここからまた行くからね。 え、なんかどうこういうちょっと新しい取り組み。ね。おわーすごーい見た今、教育でと。太陽だよハッピー一番なんだよ、めっちゃハッピーしかも、二のソード付き。うん。これどういうことかっていうと、二のソードは、もう、決断がちゃんと自分の中でできるよってこと。さっき私言ったじゃん <laughs> ね言ったよね 自分で決断する。そしてその答えは自分の中にあるよ。この男の子見て目つぶってるでしょ誰かに言われてやってんじゃないよね。どっかにこっちだよって書いてあったわけじゃないよね。目を閉じて余計なものをシャットアウトしたら耳を閉じたら。自分の中にもう行くべき道はわかってるはずなの。なんか建前とか本、ね、本音を隠しちゃう建前とか周りからの評価とか見られ方にビクビクしちゃって、本当は自分出せてない人多いと思うんだな。これ一番選んだ人は。 野生の勘で太陽が示す方に行くってこと。ね植物だってみんな太陽が伸びる方に伸びるじゃん、花だって。動物たちだって太陽に影響されて生きていくじゃないね幸せの方向、幸せのダイレクションね、幸せの方向を見たら、自分の中でも野生の勘というかもう理屈じゃなくってもあるでしょ決断できる気持ちが。 いろんな、いろんな要素があるよ。人の決断を拒むもの。お金がないからダメ。40過ぎてからダメ。女だからダメ。男の子だからこうしなきゃいけない。そんなの本当にいらないんだからね。そんなものもう断ち切る。これ断ち切るための刀だ、これもう。そんなもん断ち切って、自分の中で、自分の本能で感じたことを選んでいけばいいの。それが幸せに向かう方法でもあるし。 むしろ、幸せになるために決断するんだよって。ね。それは、もう本当に教科書とかじゃなくって、自分の生き様だよね。生まれ持ったものでいいんだよ。もう自分が生まれ持ったもの全部武器だから、その体も顔も手も心も声も、なんか嫌だなと思ってる人いない自分の生まれ持ったもの。ギフトだから、ね。ありのままでいいんだよって。 それでい、日いの自分を好きになって、ね。というわけで一番選んだ人は、えー、動物の本能でありのまま行きましょう。そしたら、ちゃんと自分で決断できます。ね。自分の中のその要素を気づくために振り返りが必要っていうか、振り返る時が来るかもしれないから。自分らしさに気づくって意味かもしれないしね。この収穫は。 はい。というわけで、これが一番でした。じゃあ次ね。一旦切るよ。はい。次は、ニーアランド人です。ーんニーアランド人は、アースガーディアン、地球の守護戦士です。守護天使、守護戦士。さあ、じゃあ宇宙、うん、地球のこのガーディアン様の、えー、お告げを読みます。うん。ね。アースガーディアン、地球の戦士。 しっかり根を張り揺るがずにいる。自分が支えられていることを実感し、強さと誠意を元に判断できるよう、第一のエネルギーと深くつながるようにしましょう。第一。ちゃんと足つけて立ってるみんな。ね。あのさ、 最近みんないつ、裸足で、歩いてみた土踏んだ砂踏んだ裸足で歩いてみて、ちょっと。あの、できる人は、あの、砂浜とか、河原とか、足つけてもいいから、何かこう、自然なものに足つけてみて、生足で。都会に住んでる方、えっと、おすすめの方法があります。あの、100円ショップでいいからね、土を買ってきてください。土。土を買ってきて、それビニール袋の上に広げます。ベランダとか。まあ、あの、 自分の部屋でもいいよ、ね、そ土を踏んでください土,土を踏んでねで5分ぐらいちょっと椅子に座りながら土踏んであ土風呂して土風呂まああの近くに公園があって砂場とかあるならちょっと足入れてもいいかもしんないけどねうんまあちょっと都会の公園はちょっと何がちょっと分かんないから怖いなって人は100円ショップとかで今土売ってるからなんかそういうのでいいから OK に土入れて。 踏んでちょっとしばらくぼーっと携帯電話とか触らなくていいからぼーっとしてみて。土って生きてるよ。土は生きてるからね。土とつながろう。大地とつながろう。川の水でもいいし、海でもいいし。とにかくもう直接触れて。ね。そうするとね、ふわふわしてる気持ちがなくなってくから。 みんな情報とか探そうとするじゃん、夏。あ、お盆休みどっか行こうかな。コロナウイルスかだけど、なんかそれなりに安全で楽しめるホテルないかな。あ、なんか夏ってすごく、あのー、ね、ひんやりメニューが美味しい。え、どこどこのカフェがなんか美味しそうなジュース出してる。コーヒー出してる。え、来えー、かわいい。これ何これ。え、イベントやってるのわ <laughs> まあ、いいんだけど、もうどんどん力離れてくからね。 もうどんどん落ち着くべき本来足から吸収するべき情報から離れていっちゃうからねもう頭が飛んでっちゃってみんなさ今は容易に頭が飛んでいける時代なんだよトランス状態みんなもうパッパッパッねまあトランス状態があるから私の動画たどりついてくれた方もいるかもしれないんだけど <laughs> いやいいんだよだってうっけーふわーってなる瞬間があってもいいのなんかあなんかねアイドルのなんとかさんが 今度イオンボール来てくれるの本当にイケーで情報を拾ったりさ、え、この服かわいいえ、1500円セール買っちゃおうかなタイムセール今のうちにこっちみたいな。そういうのもいいんだけど、なんか意識して地球と繋がるっていうのをやるのもいいんかな。旅行にね、なんか安全できるんだったらそういう自然と触れ合える、生足でこう踏み込める場所に行ってもいいかもよ。海とか砂浜とか、ね、小川とか。 うん、山とか、うん、自然に触れるってすごく地球と触れるたびに滝を見に行ってもいいかもしれないしなんかこう下にこうね行く意識をこう持っていくっていうのもすごくいいかなって、うん、感じるかなじゃあそこもちょっとあの補足を見ていこうかね、うん、あっ飛んだ タワーが出たよみんな !2 を選んだ人はもう自分からおっきく改革宣言です。バチコンだよ雷落ちるよやったじゃんこれはね、強制的な変化じゃないから自分から意識していく変化の方だから、意識してもうまるっきり違う自分、から破ってドコーンっていこうみたいな。 なんならさっきさ、生足でなんか踏んでったじゃん。ええ、あと汚いと思ったでしょ。そういう自分を変えてしまいなさいってことよ。<laughs> ねえ、じゃあ補足いきますよ。うん。このタワーの補足は何だろうね。と。 あ、肩凝ってるって。いってちょっと、すごい今降りてきてる、った。魂が降りてくると肩凝るんだよ、私。あのね、2を選んだ方々、お星様が出たんですよ、スター。キラキラ。ね、タワーでスター。え、なんぞやと思ってたのそた補足がね、5のカップなのよ、失望感の。もこれ分わかりました。みんな、 変わるの怖がってる人多いでしょ、2番。ねえ。変わるの拒、拒んでて、なんか、変わると、てかさ、今この時代、どん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 さ、ニューノーマルってさ、なんかルールとかさ、マニュアル変わっていくし、マニュアルなんかなくなっていくじゃないそれに対して追いつかない人いるんじゃないかなこうなんかもう、え、もう無理なんだけど。 え、先週こう言ったじゃん、部長。えー、また今週ルール変えるんですかえー、もうわけわかんないんですけど、みたいな、なんかもう、こんな感じ。もう無理でいっぱい、もうもうやだ、みたいな。変わることを恐れたら、幸せにはなれないよ、この時代。はっきり言いますけど。地道に積み重ねて3年じゃないの。どんだけ変われたかも3年なの、これからは。椅子の上にも3年っていうのは、もう昔話。 申し訳ないけど、どんどん変わっていいんだよ。むしろ、どんどん変われるかっていう技量を試されてるからね。そして、どんどん変わっていこうっていうのは、なんか自由奔放にか身勝手にきろじゃないの。変わりたい、あえてかね、変わるべき方向というか、変わるべき対象物は、できれば、自分のスター性、 自分の望みの行く方に変わっていきましょう。つまりこれがどんだけ大変なことかわかる夢を叶えるんだったら楽な方向と辛く厳しい方向があったらどっちを選ぶの ?Yes! こっちです。だからだよね楽しようとしてないダメだよ。幸せに近道なんかないよ。近道したら本当に薄っぺらい幸せ。 近道、ショートカットしたら、本当に中身のない仲間しか来ないよ。本当に夢を叶えるんだったら、一番辛くて大変な方法を選んで。だってこれが来てるじゃん、ふわふわするなって。ほら、見てこの冷静な緑色。心開いて。根を張って。緑を選ぶ人って、すごくたくましい心を持ってるよ。 セーラームーン、セーラージュピターとかもそうだよね。ほら、ね。セーラージュピターもそう、まこちゃんもそうでしょ心開いてる人って、すごくすごく切ない道を歩くの。心開いてる人は、恋愛においても失敗しやすいっていうか、傷つきやすいの。でもなんでかっていうと、そんだけ人を信頼するから、心開いて。心パって開いて、ね、誰でもね、一度は信じてみようってなるわけ。そうすると入ってくんの、いろんなもんが。 いい人ばかりじゃないよ。たまには不本意も変なことやってくる人も来るよ。それで、うって、なんだよ、信じたのにって思うかもしれない。そういうことがあるかもしれないけど、でもそれが、その心開く方法。なぜ開くの自分がちゃんと成功するためでしょキラキラするためでしょねお星様ってさ、何ボルトで光ってんのあれ。<laughs> 相当な光だよ。自分で光ってんだからね。 自分を燃やしながら自分で光ってんの。お月様みたいに誰かに照らされてるわけじゃなくて自分で光ってんの。自分で光ることがどんだけ大変でどんだけ苦しい作業かっ知ってるはずでしょみんな。楽しようとしたらダメ。本当変わってそういう自分あ。でもさ、ガリガリ君買って冷房効いた部屋で YouTube 見るのも楽しいよね。 <laughs> そういう瞬間もあってもいいんだけど、でも自分の幸せに向かうんだったら、その YouTube の時間はただの癒しに、あ、ただの,あのリラックスタイムだよね。リラックスタイムとヒーリングタイムは違うから。ね。リラックスと癒しって違うから。癒しの時間って何自分の痛いところとちゃんと向き合うの。例えるならね、あの、怪我をしましたと。ね。 なるべく痛くないようにね、こう治す方法もあるかもしんないけど、なんか塩水で洗ったりとか、アルコールでね、ちょっとつけたりして、うわ、痛っ,って治すじゃん。あらじあっちがヒーリングです。なんかヒーリングってみんなこう言うか、ああ、ふわー、みたいな。脱力、みたいな思ってる人いるでしょ実はちょっと違くて、それはリラックスの方なの。マッサージ行った気持ちいい、あ、リラックス、ね。 でもヒーリングじゃない。ヒーリングはちゃんと自分の傷も、マもイナス面も嫌いなところも、ちゃんと広い心で受け止めるってこと。とってもとっても痛くて苦しい作業だよ、それは。だって見たくもないコンプレックスとも向き合わなきゃいけないんだから。ねでも、それをしてあげることによって綺麗に傷がね、消えていくの。簡単に治そうとしてみて。ニキビとか、ニキビの軟膏を塗ったりする。早く治す。あと残るでしょ。 でもちゃんと昔からの方法でニキビ直そうとしたら綺麗に跡が残らなくなるの。ちゃんとビタミンをね、お野菜から取る。サプリメントじゃなくって。ね。なんかそう、栄養ドリンクじゃなくって。ちゃんと、ね。果物から、ね。豚肉からビタミンをちゃんともらうのねう。ね。そう。ね。簡単な方法もあるよ。傷を治すなんて。なんかちょっとさ、そういうピュって塗っちゃうのもあるけど。 ね。治りがは早い晩足を貼るのもあるけど、でもそうじゃなくて自然に治すのが一番本当は綺麗になるんだよ。ね。うん。だからさ、私塩水で洗うんですよ。痛いけど、でもすごい綺麗になるよ。うん。汗もとかにいいよ。うん。ね。そういうこと、ね。あのー、すごく痛みを伴うと思う。本当の自分を受け止めるって。楽な子を選ぶ。 じゃあダメだよ。ちゃんと根を張っていかなきゃいけないんだから。根を張るってさ、植物ってすごいと思うんだけどさ、ずっと地道じゃないんだよね。たまに岩があってさ、それを何とか避けてこうまた土をいってたまに硬い層が、それも、ぐーってぐーって、いつもしっかりしっかり下に行くの。誰も見てくれないよ。根を張る作業って誰も見てくんないからね。 植物の根が張ってるとこなんて普段意識しないでしょ人間たちが見るのはさ、葉っぱがし新緑きれいね。お花咲いたいい香りね。根っこ褒めてくれる人なんている <laughs> 植物に聞いて。根っこ褒めてもらったことある人あんまいないよね。根っこはなかなか褒めてもらえないんだよ。でも深い根っこがないとお花も葉っぱもないんだよ。だから、ね。植物って言ったらこお花の部分だよね。キラキラしたところ。 このキラキラをちゃんと見いだすためにはすごく切ないことだろうと悲しいことだろうとちゃんと自分が変わっていくためにしっかり痛みを伴って変わっていかなきゃダメ。根を張るんだから。根を張るってことはもう一回言うけど自分の弱みとか触れたくない見たくない自分の要素をちゃんと見るってことだよ。 自分のコンプレックスと向き合わないってことは逃げてる。ふわふわの方では。まあ、逃げてるという言い方はごめん。ちょっと悪かった。そういう日々があっても、そういう時があってもいいかもしれない。ちょっと自分のコンプレックスを忘れて楽しむのもありだけど、それはどっちかっていうと、ふわってした方だから。ルーティング、その、ちゃんと根を張る方ではないから。なんか、ちょっとコンプレックスを解消するメイクしましょう。楽しいじゃん。私もやるよ、そういうの。やるけど、そういう時は楽しい。ふわっとした要素の。フラッフィーな、こう、わたかしな要素。 でも、根を張るって言ったら、あ、自分こういう骨格してんだ。右と左で、頬の高さ違うな。ね。あ、ちょっと青は出てるな。あたしか。まあいいんだけど、なんかそういうのとかも全部嫌じゃん。でも、受け止めていくことが根を張ることだから。うん。だから2番の人はしっかり根を張るために、えー、自分を改革してみて。この夏、変わったら、一生ものだぞ。はい。というわけで1番、2番でした。みんなどうだったかな <laughs> えっと、この3番4番も撮るけど、えっと、気になる人見てください。というわけで1000人、1キロ超えたの本当にありがとうございました。みんな、これから夏、楽しんで、やっちゃってじゃあね